その中野義弘、これもつながっていく。そして酒井、酒井、うん、いやーこれは酒井スーパーゴールが生まれました。2対1、これで見事に合わせていきました。酒井、ボールは飛んでいきましたし、まあ非常にこう力の抜けたといいますかね、はいはい、サッカーを愛する全ての皆様へ、J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。